はい、カラーファクトリーです。梅雨も明けるとですね、まあ、夏山のシーズンになりますよね。まあ、登山されてる方は待ちに待ったという感じですかね。はい、そんな具合でね、ちょっと今日は登山の風景描いてみます。人物がね、2人見えますけども、ここをどう処理するかがポイントだと思います。結構コントラストのね、強烈な写真なので、これまともに表現し、まあ、再現しようとするとちょっと無理が出てくるのでね、まあ、油絵じゃないので、まあ、そこはちょっと割り切って、このトーンまで再度上げるのはやらない方がいいかなと思いますね。油絵はね、結構ね、やろうと思えば忠実にこれくらいの再度出せるんですけどね、水彩はちょっとね、無理があるんですよね。これをこの色を出そうとすると、今日の紙は、パルプですね。パルプ 100%、300g、サイズは A4 ですね。小さいです。今日編集をして12分ぐらい、実際にかかってる時間は1時間半ぐらいですね。ちょうど今人物描いてますけども、なんか偶然なんでしょうが、人物の頭がないように見えますよね。これ多分リュックサックがだいぶ大きいので、それで隠れちゃってるんですよね。まあ、ちょっと今人物をね、先に描きましたけど、このままじゃまずいので、ここから先進めながら背景となじませていきます。はい、また最後にコメントしますね。できれば見ていただけると嬉しいです。一旦ここでコメント終わります。
はい、終わりました。青色ですね。空の青色と、人物が背負ってるリュックの青色。うん。これ、どちらもね、ちょっと赤を混ぜて、若干紫っぽさを出してるんですけど、これは、写真のような青色で塗っていくと、全体の色のバランスがね、多分狂ってくるので、写真の青色はね、やめました。うん。調子が取れにくいんですよね、この写真の青色は。なので、ちょっと赤を混ぜてみましたね。あと、雲もね、最初はもうざっくり切り込んでいこうかなと思って、筆跡を残した感じで描いていたんですが、だんだん進むにつれてですね、全体の絵の仕上がりの感じと合わなくなってきたので、やっぱりちょっとアウトラインを消すような感じの雲になっています。まあ、全部消してはまずいんでしょうけど、まあ、ほぼほぼでも消えてますよね。うん、これはあの全体の仕上がりのせいです。全体仕上がりこっちの方面に傾けていったので、うん、そのせいですね。はい、じゃあ今日は夏山登山の風景描きましたけど、梅雨が明けるとむちゃくちゃ暑くなると言ってますので、体には十分ご注意ください。またよろしくお願いします。